はい、どうもこんにちは、シンパシーの佐藤です。昨日出てました動画で、N 国党の立花さんが、選挙の活動中、選挙活動中に、選挙妨害をしてきた人を現行犯逮捕したという動画についての解説をしていきたいと思います。まあ、僕は一応ね、高校を出てから10年間、警察官という仕事をやってまして、23歳で巡査部長にの昇任試験に受かって今よりは法律の勉強をしてたので、解説しようと思ったんですけど、まあ、今回その立花さんの、選挙活動中に逮捕された人がすごい叫んでたじゃないですか。警察じゃねえのに逮捕できんのかみたいな、結構まあそんな感じで叫んでたりとか、で、あの動画のコメント欄も結構読んだんですけど、警察じゃないのに逮捕できんのみたいなコメントも結構あったので、まあ、解説の動画を作ろうかなと思ったんですけれども、まあ、僕の今のメインの仕事とは、あんまり関係ないんですけど、ですね、結論から言いますと、一般人でも逮捕はできます。っていうのが結論です。でですね、そもそもですね、逮捕には3種類ありまして、1個が、通常逮捕で、2個目が緊急逮捕、そして今回の現行犯逮捕。じゃあ逮捕には3種類あります。で、まあ、それぞれに逮捕の要件みたいなのがあるんですけど、一応基本的なその通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕、この3つしかないんですよね、逮捕には。で、基本的にその犯罪を犯した人を逮捕するには裁判官による令状、まあ、つまり逮捕状ですね、逮捕状が必要になります。で、なんで逮捕状が必要なの、逮捕するには逮捕状が必要なのかというと、基本的人権に私たち日本人は守られているからです。基本的人権、身体の拘束をされないっていう基本的人権に守られているからです。逮捕しなきゃいけない場合っていうのが、逃亡の恐れとか証拠隠滅の恐れがある時に、特別に裁判官が逮捕状っていうのを出して、で、逮捕をして身体を拘束した上で、取り調べとか捜査をしていくっていうことが基本になるんですよ。よくニュースで、警察が逮捕状を請求しましたとか、逮捕状で逮捕しましたみたいななってるんですけど、逮捕状を出すのは裁判所です。で、逮捕状を請求するのは警察なんですよ。で、基本的には逮捕状がなくしては逮捕ができないのが、通常逮捕。で、逮捕状がまだ出ていなくても、その犯人が、逃走する恐れと、証拠隠滅する恐れとかがあるときは、緊急的に逮捕できる。これが緊急逮捕ですね。死刑または無期、もしくは長期3年以上の懲役、もしくは、禁錮に当たる罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある場合で休息を要し、裁判官 の裁判、逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができると。ね、これが緊急逮捕です。まあ、死刑または無期、もしくは長期3年以上の懲役、もしくは禁錮に当たる罪っていうのが、殺人とか強盗とか、窃盗とかっていうのに該当します。他にもいっぱいあるんですけどね。で、今回の、立花さんが、選挙妨害をしてきた男を逮捕したっていうのは現行犯逮捕です。現行犯逮捕、これが一番結構シンプルで、刑事訴訟法213条に明記されてるんですが、現に罪を行い、または現に罪を行い終わったもの、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるもの、これを現行犯人と言って、誰でも逮捕状をなくしてこれを逮捕することができる。現行犯人ですね。はい。で、何人でもってことは誰でもということですね。で、現行犯であれば誰でも逮捕できるということ。警察官による現行犯逮捕と、私たち一般人による現行犯逮捕では、基本的にほとんど何も変わりません。で、現行犯人逮捕手続き書っていう書類があるんですけど、これの項と乙、書類の種類が違うだけですね。警察官による現行犯逮捕はどっちだったかなちょっと忘れましたけど、まあ詳しくは法律の本を読むでもらうとして、まあ今回その立花さんの動画で立花さんが逮捕したのがこの私人による現行犯逮捕というわけなんですよ。ということで、現行犯人は私たち一般の
捜査権のない人間でも逮捕することができるという結論でした。立花さん結構法律の知識もあって、ちゃんとなんか、令和何年何月何日何時何分に、あなたを何とかの罪で逮捕しますって言って逮捕してるので、すげえかっこいいなと思いましたね。まあ一般の方でこうやって現行犯逮捕する人ってなかなかいないと思うので、まあ立花さんもね、僕と同じ高卒っておっしゃってましたけど、すごく勉強してるなと思って、びっくりしました。はい、そんな感じで、現行犯人は一般人でも逮捕できるという動画でした。お疲れ様です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。